るんだ。そうそう、大人気だな。今一番来てる。なかなか面白いね。あ、江上くん。八神ライトさん、エルです。これどうぞ。僕とテニスで勝負しませんか。高校の時やってたんでしょ。資料で読みました。やろうよ。ごめん。じゃあ君が勝ったら僕の名前を教えてあげる。名前を。その代わり僕が勝ったらお願い事を聞いてください。本気か。ねえ、やってやって。私も彼の名前知りたい。ただの遊びです。ちょどんどん行きますよ。もしお前がキラならこれ以上のプレッシャーはないだろう。僕、それは良かったね。何とでも呼んで。じゃあキラって冗談です。今日会ってみ。俺はキラじゃないよ。そうですか。僕のお願い事です。また近いうちに。キラは獲物ですけど、ライト君は私の唯一の友達ですから。いいえ。だから焦ってこんなことしてんじゃないのか。いいえ。いいえ。ではズバリお聞きします。心臓麻痺じゃなくて。違うならいいんです。